あれ？ここどこ？俺、さっきまで普通の道歩いてたのに。あ、そうだ。春の代わりに犬探してるんだった。こっちに逃げたはず？やっぱ、あっちかな。なんかここ、嫌な感じ。やーめた。もう帰ろう。やあ。なんでここにラフレシアがいるの？なんでって、ここはうちの敷地だよ。聞きたいのはこっちの方だ。俺帰る。近寄らないで。そう？じゃあこれは捨てておけばいいのかな。ふん。ああ、それ俺が探してた犬。返して。わかったわかった、ちゃんと返すから。そんなに怒らないでよ。それにしても君がこんなに小さく弱い生き物をめでるなんてね。一体どんな心変わりだい？愛を知らないお前には言ってもわかんないよ。相変わらず辛辣だな。はい、これは返すよ。うん。あ、急に投げないで。汚い。帰って春に洗ってもらおう。まだまだ若いな。なるほどなるほど、最近の王女はそんな感じなんだね。そうなんです、この間も裏庭の花壇がめちゃくちゃに荒らされてたりして。先生たちは多分動物の仕業だって言ってたけど、どんだけ田舎だよって感じ。わかる、確かに近くに山はあるけどさ、あれは普通にいたずらじゃない？絶対そうだよね。うちの親も最近王女治安悪いって心配してたもん。こんなに賢くて可愛い子たちが通ってんのに、お兄さんそれは心配だな。守ってくれてもいいよ。っていうか、王女の最新情報を喋っとんだから、約束通りお兄さんの学校教えてください。だよね、こんなイケメンに会えるなら友達誘って学祭とか普通に遊び行きたいし。うちの学校一般公開の行事とかないから、俺ちゃんも他校と交流なくて寂しいよね。ダークウィックアカデミーってとこなんだけど、知ってる？え、普通に知ってるし、超頭良くて有名なとこじゃん。それマジですか？お兄さんハイスペすぎません？君たちの友達？ああ、違う違う。あの子ちょっと変わってるっていうか、いつも一人だし、誰かとつるんでるとこ見たことないんですよね。なんか新スポとかも行ってるらしいよ。この間うちの後輩がすぐそこの御岳山に一人でいるとこ見たって言ってたし。それはちょっと引くかも。そう？
何でも一人で行動できる子、俺ちゃん結構リスペクトするけどね。そんじゃ、二人ともありがとう。また会った時はよろしくね。はーい、またー。あそこ立ち入り禁止になってない？ひどいね。間違いないね。あ、あそこなんか落ちてる。これ学園がバロメッツにつけてた GPS のマーカーじゃん。多分ね、自力で外したのか、それともたまたま取れちゃったのか、どっちにしても足取りはここで途絶えちゃった感じだね。お、ライカ君から通話だ。はいはい、どうかした？泥棒が来た。こいつら店のもん全部持ってこうとしやがる。何それ、わざわざうち来てそんなことする人いる？今目の前にいんだよ。赤い髪に歯がギザギザしてるやつ。うわ、最悪のゲストじゃん。なんだお前、ミッキーが新しく買った番犬か？犬じゃねえ、この泥棒。俺はここの主が留守番頼まれてんだよ。この店のもん絶対渡さねえぞ。おいてめえら、ここにあんのはゴミみてえなもんだ。さっさと地下の入り口探せ。はい、ボス。お、お前ら勝手に触んじゃねえっつ。キャンキャンうるせえ犬だな。お前あっち行け。はっ、なんで銃なんか持ってんだよ。人に向けちゃいけねえんだぞ、バカ。知ってる。失礼します。なんかまた増えたし。寮長、まさかと思い後をつけてみれば、このような偏僻な場所へ不法侵入するなど、どういったお考えでしょうか？うるせえやつがもう一匹。お前俺のストーカーが。私がそのような犯罪行為、断じてありえません。いいですか、私はあなたがシノストラの寮長としての自覚を持ち、真っ当な姿勢で職務についていただくべく、こうして。だから、その職務のために来たんだよ。はい。おい犬、そこに隠しても例のブーツ。あんたよ、ブーツって。ここはただのバーだぞ。バー？まさか学生の身分であるあなたが学園内で酒類を提供しているのですか？酒類の販売業免許を受けず、酒類の販売業を行った者は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられます。これらは酒税法第54条及び第56条に定められています。いくら学園から許可を得ていようと、告発の対象となります。お前、ま
言ってるか分かんねえ。これ怪異植物でできた飲み物だし。怪異植物でできた飲み物。ここのやつら怪異いじくり回して泥水作ってんだぞ。もったいねえ。騒がしいな、お客さんかい。吸血鬼の子。おい、どこにいんだ。ここここ、君の股の下。うわっ、お前、なんで床から体飛び出てんだよ。これ、地下の出入り口なんだよ。こういう扉のこと、ハッチって言うらしいよ。この中、いい塩梅に湿気があって、寝心地が良くてさ。よいしょっと。中のブツをよこせ。おや、珍しい顔だね。君は確か。おっと、そんな物騒なもの、人様に向けないでよ。てめえは人様じゃねえだ、吸血鬼野郎。領地、今すぐその銃をお納めください。あなたの行為は銃刀法違反に当たると何度お伝えすればご理解いただけるのでしょうか。お前、それこの店の中で使ったら絶対許さねえかんな。君の望みは何だい。こんなくせえ酒になっちまう前に俺様に現物を渡せっつったんだ。酒？やはりこれらは密造酒なのですね。だから、しげえつってんの。現物。ああ、もしかして地下にある材料のこと。ああ、怪異植物に怪異微生物だっけ。そのまま食った方がうめえだろう。お前みてえな泥棒にやるわけねえだろ。バーカバーカバーカ。マジで撃ち上がった。領長おやめください。器物損壊は懲役刑が科される場合もあるのですよ。わかった、じゃあこうしよう。今ある在庫の半分を君に渡すから、今日のところはそれで引き下がってくれない。はあ、何言ってんだよこのジジイ。ジジイって随分と口が悪いな。8割、はあ、そんなに渡したらまたルイ君に怒られちゃうしな。じゃあ6割でどう。交渉決裂だろ。そっか、残念だ。あなた方の交渉内容は理解しました。それでは私が仲介人として。おい、動くんじゃねえ。領長、なぜ乙女になるんです。ああ、君見えるんだっけ。そこの彼は優しい上司を持ったね。上がった上がった、6割でいい。おい、てめえらさっさと運び出せ。はい。すごい荷物になるけど大丈夫。ああ、こいつら以外にも外に若いの待たせてるから全然大丈夫。さすが準備がいいね。から何回かけ直しても出ないし、絶対なんかあった系だよね。エドさんはどうせのんきに昼寝してるだろうしな。ああ、腹減った。早
く帰ろうぜ。特待生ちゃん隠れて。寮長、あなたって人はこの短時間で建造物侵入罪、銃刀法違反、器物損壊罪、そして恐喝罪、あなたを弁護するこちらの身にもなっていただきたいものです。いちいちうるせえな。文句あんなら俺に関わんじゃねえよ。いいえ、この顧問契約書にサインをいただくまで私は決して諦めません。お前いつもそれ持ち歩いてんのかよ。めんどくせえ。これ最悪のパターンかも。ちょい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 。やあ、おかえり。何あの大荷物、むっちゃ取られてんじゃん。てか、エドさんなんでここにいんの？珍しくない？それがね、部屋に戻って YouTube を見ようかと思ったんだけど。この子が俺の足に噛みついて離れてくれないんだよ。このジジ、俺が守ってたもん簡単に渡しやがって。痛い痛い痛い。ルイ君、早くこの子やめさせて。そんなこと言われても俺ちゃん触れないしな。本当ごめんなんだけど、特待生ちゃんお願いできる？そうそう、彼女の言う通りだよ。君、聞いてるの？あ、お前遅えぞ。さっき店が襲われて大変だったんだからな。だってくれくれしつこいんだもん。もうダメだよ。あそこまで材料揃えんのむっちゃ時間かかるんだよ。ああ、しかもボトル割れてるし。何これ、もうやっぱ最悪なパターンだった。あの赤毛ギザワが打ち上がったんだ。タイちゃんさすがにやりすぎっしょ。片付けないと営業できないじゃん。お、俺は悪くねえからな。特待生ちゃん、マジリスペクト。へえ、君優しいね。ついでに俺の傷口も綺麗にしてくれない？俺の名前はエドワード・ハートだよ。エドって呼んでね。おいお前、ベタベタ触ってんだ、この隙間じじい。はあ、そんな言葉どこで覚えてきたんだい？特待生ちゃん、こっちもお願い。
こんなもんかな。やば、もうこんな時間じゃん。特待生ちゃん、遅くまでありがとね。明日起きられそう？マジ？そしたらもうちょいゆっくりできる感じ？おい、俺もやったろ、雑巾がけ。はいはい、ライカ君もありがとね。ふん。さてと、今日はこのままノーゲスっぽいし、閉店しちゃおっかな。特待生ちゃん、なんか飲む？掃除手伝ってくれたお礼に何でもおごるよ。なあ、ソフドリでいい感じ？オッケー、ちょい待っててね。じゃあ俺は君の涙が欲しいな。楊貴妃の涙の間違いね。今作るからお待ちを。そんなカクテル本当にあるの？残念。おい、金髪ジゴロ、俺にもなんか出せ。はいはいはい、ライカ君にはこれ。ん？なんだこの白いの。うめえ。ってこれ、牛乳じゃねえかよ。なんか君、カルシウム不足っぽいし。はあ？どういう意味だよ。よし、全員の飲み物も揃ったとこで、今日もお疲れ、KP。 お疲れ様、乾杯。おい、俺だけグラス空なんだけど。ここに置いとくから勝手におかわりしてよ。俺ちゃん、さすがに今日は働きすぎ。は？任務？何の話だ？任務なんかあったっけ？おい、どういうことだよ。任務なんて俺知らねえぞ。はあ、バレちゃったか。実は今日、特待生ちゃんと行ってきたんだよね、初デート。せっかく活躍できるチャンスだったのに、なんで俺を置いてったんだよ。そんなこと言ったって、ライカ君の場合、先にもっと人間社会になれないとじゃん。言っとくけど、外の世界は怖いよ。はあ？なめんじゃねえよ。外の世界くらい知ってるっつうの。人間社会のことはガキの頃からネロスにいろいろ教えてもらったし、日本の生活だってスバ君がいっつも話してくれたから俺詳しいし。でもそこ女子校だよ。女子校？女子生徒のみ受け入れている学校のことだね。いわゆる女の園ってやつだ。かわいい女の子がいっぱいいるって有名な青梅女子学院ってとこ。お嬢様学校って聞いてたけど、意外とテンション高めな子が多かったかな。
大丈夫だっつ。本当に？ライカ君っていかにも女子苦手って感じじゃん。苦手なんじゃなくて関わらねえようにしてるだけだし。だあもう何やってんのさ。特待生ちゃん大丈夫？かかってない？ええ、俺がやる。だね。特待生ちゃんは座ってて、俺ちゃんはグラス洗ってきちゃうから。君は山嵐のジレンマって知ってるかい？よく調べておくといい。それにしても今まで人間の女の子はたくさん見てきたけど、君は特に地味だね。まとう空気に色気がない。素材はいいのにもったいないね。ちょいちょいエドさん、今特待生ちゃんの匂い嗅いだでしょ。それ完全セクハラだかんね。これが変態ってやつか。気持ち悪い。二人ともひどいな。俺に呼吸するなって言うのかい？なんだかショックで具合が悪くなってきたよ。いやいや、エドさん死なないし、最悪息しなくてもいけるタイプだし。うん、俺不死身なんだよね。